ってる？はい、はい、今日はミディアムリフトの手術をします。ミディアムリフトは取ってね、まあ切開して引き上げる手術なんですが、切開する範囲はまあ耳のこの輪郭に沿って切開しての後ろを通って、ここの溝に沿って切開して、で耳のちょっと後ろまで行きます。で前はこの髪の毛の中を通って、こめかみのこの辺りまで切開します。この範囲を切開して剥離をして、ここのリガメントを外し、でスマスをトライケーションしてこう引き上げる手術です。で、まあ、ミニリフトとかフルフェイスリフトっていうのもうちではやってて、ミニリフトだとこの切開線があのもうちょっと短くなります。ここからここぐらいまでになって、まあ、上がるのもあのミディアムリフトよりも少なくなりますね。これぐらい上がることになる。でフルフェイスリフトっていうのは切開線はここからこの耳の後ろ、この生え際まで行って、このフェイスラインとか首のたるみまでしっかり上げるということになります。今回は中間のミディアムリフトをやります。ミディアムリフトはフルフェイスリフトに比べると、まあ、術後の腫れも少ないし、患者さんの侵襲も少ない手術です。糸で塗って、まあ、1週間後に大体抜歯することができます。はい、じゃあ反対側もデザインしましょう。反対側も同じようにデザインを取ってね。こめかみの方まで切開します。で剥離をしてこういう方向にリフトします。はい、それでは手術の準備をしていきます。いいよ。